1952年にエジプト革命は、1952年7月23日に起こった軍事衝突である。エジプト革命は何度か起こっており、二度目の軍事革命が1952年である。ムハンマド・ナギーブとガマール・アブドゥナーセルの自由商工団による革命である。この革命は彼らによる打倒ファールーク一世のため行われた。クーデターの死亡者。 ムハンマド・ナギーブとガマール・アブドゥナ・アセル1882年、イギリス軍はアングロ・エジプト戦争中にエジプトに介入し、1888年のスエズ運河の自由航行に関する条約で、英国はスエズ運河を軍事力で保護する権利を獲得し、エジプトの政治を支配する拠点を獲得した。この結果、エジプトは名目上はオスマン帝国の進化であったが、 実質的に英国の保護領となった。第一次世界大戦後、英国はムハンマド・アリー長の信頼できるメンバーを王座に置き、名実ともにエジプトの保護国家を宣言した。また、第二次世界大戦中、エジプトは北アフリカでの戦闘の主要な連合軍基地であった。戦後に至っても英国の政策は貿易にとって不可欠である。 スエズ運河の管理確保に重きを置き続けた。一方で、第二次世界大戦中には、数軸軍の北アフリカ進行に抗往して、イギリスを放築すべしとの世論が生まれた。結果的には、ファールーク一世が英国の脅迫に屈し、実現に至らなかったものの、これらの過程は、エジプトの民族主義者に影響を与え、国王の人気も急落させた。 1948年のアラブとイスラエルの戦争は英国の支援を受けたファールーク王を避難したこれらのナショナリストにとっての地辱となった。イスラエルとの1948年の戦争の敗退は自由討論官が王とその裁判所に腐敗しエジプトの人々の間でその感情を促進することを告発する結果となった。自由症候弾運動は ソ連と米国の支援を受けて、ガマール・アブドゥナ・アセルという若い役人の周りに合流した改革派の役人のグループによって構成された。彼らは軍の将軍、ムハンマド・ナギーブを真剣さを示すより多くの軍の支持者を引きつけるための頭脳として使用した。エジプトの君主制は貧困に暮らしていた自由商工団運動に挑発的だった。 贅沢な生活様式を持つ腐敗と英国の区別の象徴として見られた。その政策はエジプト政府のイメージを英国政府の手の内の人形像として完成させた。警察、宮殿、政党などのエジプトのいくつかの機関の自由討論者による腐敗感の促進があった。1952年7月23日付の CIA 文書は 上層部における腐敗に対する軍内部の不満が1948年のパレスチナ紛争の間に始まったと述べている。イスラエルとの1948年の第一次中東戦争の敗戦は王への避難とエジプトの人々の間でのその感情の促進をもたらした。軍と君主制の間の緊張がハイドルパシャリク軍司令官とその他の高官の逮捕をもたらした。 ありがとうございます。